花泉駅は岩手県一ノ関市花泉町花泉あざ地平にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線計二面三線のホームを持つ地上駅互いのホームは湖泉橋で連絡している一ノ関駅管理の業務委託駅駅舎には自動券売機がある駅舎内には窓口 自動券売機が設置されている。かつては緑の窓口もあったが2015年5月18日に営業を終了した。公衆トイレは駅舎改札街の横と一番線改札内の駅、ストムイン室横にある。現在の駅舎が建設された当時は、入り口左側の部屋も待ち合い所だったが、駅員の目が届かない場所であり、防犯上の理由から現在は封鎖され、倉庫となった。 かつては国鉄貨物の取扱駅であった。その跡地は一番線南にある廃線跡として残るほか、フェンスを隔てて整備された無料駐輪場敷地の一部として活用されている。東北新幹線開業前は、寝台急行列車や速達タイプの一部を除く急行列車が停車していた。もともと沿線住民等による陳情がきっかけで数本の 急行が停車するようになる。また、岩手県南バスが、千枚山地から藤沢町市街地を経由し、北上川にかかる北上川橋を渡って、花泉駅へ向かう路線バス運行に力を注いだ。花泉駅から国鉄列車へ乗り継ぐ乗客が増えたため、当駅に停車する急行列車の本数が増えたとの、経緯がある。加えて、 当時の国鉄家電代港バスが千枚屋から藤沢を抜け、花泉駅に寄ってから、一の関駅へ運行するルートも存在していた。鉄道の走っていない藤沢町にとっては、花泉駅へ出る路線バスは極めて重宝されていた。3番線は、始発列車の1本、夜の仙台からの直通列車が使用する。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は276人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。